こんにちは、釣りブロガーのドラドンです。2022年の北海道遠征、4日目ですね。そろそろまともな魚が釣りたくて阿寒湖に来ました。やっと釣れました。ワカサギパターンちょっと早いみたいで、そんなに食いが立ってないですね。いいアメマスが出ましたね。サイズ測ってないですけど、55あるかないか、まあまあのアメマスですね。これが今年の初北海道トラウトになりました。無事に今年もトラウトが釣れました。ありがとうございます。ちょっと魚体をお見せしましょう。こんな感じですかね。はい、ありがとうございます。では引き続き頑張っていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。